こんにちは、おときゅうです。本日は旭川駅から特別快速北見に乗り、信号場の全面展望をします。最近特別快速北見はキハ150型でよく運用されます。キハ150型が所定の運用に変更されたのでしょうか。今日は9番が担当です。元富良野専用と元内房運転所に所属した11番から17番は共通運用です。それでは信号場だけの全面展望ですが、お楽しみください。
車の時刻と乗り場は駅ホームの時刻表でお確かめください。どちら様も忘れ物のないようご支度ください。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございました。北見18時4分定刻に到着します。これからの季節は十分明るいうちに下り特快北見は全区間乗れます。キハ 54K はあまり運用されませんが、旭川から直通で北見まで乗れます。窓の開かないキハ150型はつまらないというのはありますが、冷房完備です。真夏の北見地方は結構暑いですから、冷房完備はありがたかったりします。上り特快北見の全区間乗車をしましたので、近日動画をアップします。こちらもキハ150型に当たりました。親父はキハ 54K で何回も乗車しています。なのでキハ150型で乗れて嬉しいです。次回の動画でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンもぜひよろしくお願いします。